ここね、どこを見渡しても漫画だらけなの。3000冊とか軽く超えてんじゃないかな。本棚がね、もう要所要所に設置してあってね、もう漫画天国でございますよ。で、おばちゃんね、今回鮭ピラフとね、唐揚げね、注文したんですけど、まあ、唐揚げでかっ。ボーンと出てきて、それで、このさ、鮭ピラフすごく変わってんのよ。最初黄色っぽいから、え、なにこれ、卵と思ったら、全部鮭の身なの。それで、えんじ色のね、なんか、ちょっと具が、ちらほら見えてるから、これなんか、福神漬けと思ったらね、サラミなのよ。変わった組み合わせでしょ？具はね、鮭の身大量と、あとこのサラミ結構中にもいっぱい入ってんのよ。だから、よく、棒状のやつって、あれの3分の1ぐらいは入ってる。あと、グリピー。もう具はシンプルなんだけど、下味がまあうまい。コンソメと塩コショウだと醤油もちょこっと垂らしてるかな。あと大量のバター。うわ、これはうまいよ。ちょっとね、うなり気味で言っちゃいましたけど。いや、特にもうどこ食べてももうシャキ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 って感じ。で、もうサラミもめっちゃハッとするし。うわ、まあこれパワフルでうまいわ。そしてね、味噌汁がね、揚げたね、ネギのお味噌汁なんですけど、まあ、シンプルでうまい。シンプルでうまいですわ。で、最後コーヒー出てくるのよ。いや、まあ贅沢。これで750円よ。嘘でしょと思ったけど。あ、それで食べログでなんかね、掲載今止まってんのよ。でもこれおばちゃんね、行ったばっかりなのね。この間。だから全然やってると思うのよ。だから、安心して、まあ、この近くにお住まいの方行っても大丈夫だと思うんですけど、ピラフは炒めた米をさまざまな具とともに出汁や香辛料を加えて炊いた料理です。すなわち炊き込みご飯の類であり、焼き飯の類ではありません。主にトルコ料理が有名ですが、インドから中近東を経て南欧ギリシャにまで幅広く見られる米料理です。ピラフの直接の語源となったピラウはトルコでは一般的な料理であり、主に付け合わせとして食べられています。米の実のものや様々な具材を炊き込んだものがあり、入れた具材の名前を冠してピラウと称されます。トルコではジャポニカ米、インディカ米、蒸した小麦を乾燥させて砕いたブルグールの3つがピラフに使われています。インドパキスタン料理ではプラオ、イラン料理ではポロー、ウズベキスタンではパラフ、アフガニスタン料理ではピラウ、ロシア料理ではプロフと呼ばれています。ギリシャ料理でも一般的な付け合わせです。トルコからフランスに入ってフランス料理のピラフとなりました。裏金議員の比例重複立候補を認めない案が浮上している模様、ついに粛清開始か。公認は認めるものの比例代表での重複立候補は認めない案が浮上しています。自民党幹部、衆議院総選挙で非公認とすることは見送る方向で検討が進む。公認を出す条件、裏金問題について説明を尽くすとの書面を自民党本部に出すことを求める。
まだ決まったわけではありませんが、安倍派議員だけじゃなくて他の派閥でもとにかく裏金議員は全員落選させろという声が上がっています。皆さん超えててええもの食ってそうですね。どんなご馳走を毎日食べているんですか。物価高騰してても関係ないって感じで超えてて羨ましい限りです。それにしても池田大野の3000万超えで税務省五官ってわら。スズメが絶滅危惧種に、里山の鳥、蝶が急速に減少。環境省と日本自然保護協会は1日、里山に生息する鳥類の 15%、鳥類の 33% が年 3.5% 以上の速度で減少していることを示す報告書を発表しました。このまま減少が続けば、スズメなどの身近な鳥類や蝶が、環境省のレッドリストで絶滅危惧種に分類される可能性があると指摘されています。この減少の背景には、地球温暖化により生息に適した気温が失われていることや、管理が行われなくなった里山の増加による生息環境の変化があると考えられています。専門家はこれは深刻な事態であり、全国的に里山の自然環境が大きく変わっていると警告しています。ネットでは地球温暖化ではなくカラスの増加、木造家屋から鉄筋コンクリートのビルやマンションなどが増えて住処が減った農薬の影響との見方もあります。現に日本トンボ学会がネオニコチノイド系農薬が原因で赤トンボが激減していると発表しています。こんな書き込みが多く見られます。おばちゃん、今スペインで、すごい？絵画の修復作業が行われてるんだって。すごい修復作業？え、スペインのバレンシアではバクテリアを使った美術品の修復が行われてる。バクテリアで？あ、絵画に使われている接着剤、まあ、その壁かなんかに貼り付けてる？それ、なんていうの、表面にも、なんかその接着剤を、塗ってるみたいなんだけど、これ動物のコラーゲンから作った接着剤。教会の壁に貼り付けられているけど、硬くなると有害な接着剤に変わると。それが年月とともに、硬くなるっていうことは、ちょっとなんていうの、形が変わっちゃうってことなのかしら。それで絵画を傷つけると。硬く、でも、勃起ってこと。おい、ばば、何を言ってるんだよ。え、だって、おぼっきって、形変わるでしょ？え、そういうことじゃない。何を言ってるんだよ、貴様は。だって、そういうことじゃないの。え、でも、その接着剤を取り除くと、何、絵画は、まあ、元の姿に戻るっていう。あれ、小池百合子に使ってみたらどう？どういうこと？元の状態がわかんでしょ？だから、エジプトのカイロ大学。え？おばちゃん、何それ？真実が分かって、みんなも、あ、やっぱり本当だったんだって、納得させるためにも使ってみるっていうのが一番いいんじゃないかなって。だってあれ本当のことでしょ？毒があるよ、パパ。え？毒なんかないわよ。え、何この動物のコラーゲン、この、何？接着剤は有害なんでしょ？で、ねえ、ゆり子小池の、何それ、なんかぶっかければさ、ねえ、カイロ大学のね、おい。今日ね、帰りの電車でマース敵というね、レデーに会ったのよ。あの、おばちゃんがね、電車でね、疲れて座ってたら、向かいにね、若いお姉ちゃんがね、もう疲れてんのか。うわ、もう黙らんわっていう。あの、湯船使った時にさ、あの、浴槽にあの、背を持たれる感じで、もうたまらんわって感じでさ、眠りこくってたのね。それで短いスカート履いてたんだけど、大股開きでさ、おパンチ見えてたのよ。そしたら隣に座ってたね、70超えてるぐらいのちょこっと、なんかオールドお姉さんがさ、そのめくれたスカートをさ、元に戻してあげてて、で、眠りこけてたお姉さんが、え、なになにって感じで、なんか急に、ねえ、なんかあの、開け出して、で、そのオールドお姉さんがね、なんか話してんだよ。ちょっと見えてますよ、みたいな感じで。なんかすごく素敵だなと思って自然とスッとやってるとなんていうの、まあ、昭和の女性もう素敵でなんていうのかな、まあ、その方自体もレディーなんだけど周りの、ね、自分のことだけじゃなくてさ周りの女性に対しても見せちゃダメよみたいな感じでいやーすごく素敵だなと思って、で外見もすごくなんかイケてんのよ、年配になんかねお花の先生をやってそうな、それで生徒さんが体調崩しちゃって、で、どっか入院しててさ、お見舞い行ったみたいな感じで。紙袋持ってたんだけど、多分生徒さんにね、持ってってあげる？
バターサンドだと思う。センスあるわ。ラムレーズンが入ってる。いやー、まあ、お花の先生をやってんのに、洋菓子よ。しかも選んだのが、バターサンド。いや、センスあるわ。いや、実際バターサンドが入ってたかどうかわかんないけど、おばちゃんの脳内ではバターサンド入ってたと思います。それで、その先生はね、なんか白っぽい、ちょっと、今まだちょっと暑いじゃない、薄めのスーツをさ、着てて。うん、すっとなんかね、大股開きでね、眠りこけてたお姉ちゃんのね、スカート直してあげてた。いや、昔のオールドお姉さんとかって、すごいよね。見ててなんかすごくなんか素敵と思って。いや、おばちゃんは一切見てません。うん、いくらね、もう20ぐらいのお姉ちゃんかな。またカパーって開けててね、ミニスカートを履いてて、おパンチ見えてもおばちゃんは一切見ません。そのお花の先生みたいなオールドお姉さんがさ、直してあげた瞬間におばちゃん、下打ちしてません。でも、昭和の昔のレディだなと思って、なんかすごいかっこよくてグッときちゃった。おばちゃんもなんかそんなレディになりたいな。それで、向こう側にさ、座ってる、まあ、女性の方で、目つきが気になってさ、なんだと思ってたら、おばちゃんの隣の隣に座ってたさ、建設関係でお仕事されてるおじちゃんかな。いや、もう、えらくガン見しててさ、そういう、なんていうの、光景をさ、見ちゃ悪いと思って目をそらすじゃん。あと自分が見てると思われるの恥ずかしいじゃん。で、そのおっちゃんを顔見してたらさ、まあそういう顔見してるのってさ、女性って気づくでしょ？まあいくら自分じゃなくても。なんかこの、なんていうの、下等生物がみたいな目で見てくるじゃん。それでもなんか関係あるか言ってて、見てる人ってすごいね。おばちゃんは羞恥心とかちょっと自分のそういうプライドとかがあるからさ。あと、見ちゃ悪いっていうのあるじゃん。やっぱりもう、おばちゃんもなんだかんだ言って昭和の人間だから。若い子の見ちゃ悪いなと思うじゃん。でも、おっちゃんとか関係ないでしょ。疲れてるからさ。うちは見たいんじゃって。わては見たいんじゃって感じで。見てると、やっぱりなんか周りの女性からそういうの気づかれると、下等生物を見るような目で見られるわね。はちょっと耐えれないよ。ごめんなさい。自分はそんな目で見られたくない。見る。嫌よ。まあ、自分自身もそうだけど、他の女性に対しても、あ、こいつ今見てるなっていう、あれ何？なんでそんなにすぐ気づくの？おばちゃん、会社にさ、宅配業者のお姉さんがさ、持ってきてくれたのよ、荷物。その時にさ、いやもう申し訳ないんだけど、えげつなくぼややんってすごかったのよ。で、暑い日でさ、胸元開けてたのね。見ちゃ悪いと思ってさ、頑張ったおばちゃん。その人の目を見て喋るようにしてたんだけど、何回かチラッと言っちゃったのよ。した瞬間に、胸元すぐ隠されたのね。いや、バレたわ、と思って。いや、申し訳ないと思って。自分自身にコントロール効かないぐらい、もうすごくおセクシーだったのよ。で、まあ、かわいい、もう、お姉さんでさ、まじグッと来ちゃったんだけど、でもやっぱり見ちゃいけないと思うけどさ、いや、ほんの数秒よ。チラッチラッって感じで。やっぱそれでもない、サーチスキルなんであんな高いの？びっくりしちゃうんだけど。肉眼では確認できないほどの速さよ、おばちゃんのチラ見さん。で、無意識のうちにさ、チラって見る？その速度ってさ、もう人知を超えるスピードなのよ。そのスピードでもサーチされるのよ。ステルス効かないのよ。いや、まあ、女性のその察知能力はすげえなと思って。え、何透明なさ、ドラゴンボールで出てくるスカウターみたいなのつけてんのかしら。今ピコンってなんか電気っていうかなんか変なマークが出てきて、今チラ見されましたとかって出てくんのかしら。いや、そんぐらいのスピードよ。いや、おばちゃんはその高い業者の、まあ、すごく可愛いお姉さん、見た？チラ見速度？チラ速？ 0 コマ何秒ぐらいよ？チッチッって感じ。あれもうだってスカウターがないと、発見できないスピードの、まあ、それをさ、察知するってすごいよ。え、何？なんか、Google で売ってんのかしら？チラ見スカウターみたいなの。そんなのさ、まあ、もう透明の？おばちゃんからは見えない。そういうのをさ、装着してないとわからないはずよ。だって、1秒切ってんの？ 0 コマ何秒ぐらいの。チラッチラよ。それを察知されるってすごいわ。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。乙
男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。